夜寝るとき、世界の平和を祈りつつ、戦争が起こったらどのように逃げるかのイメージトレーニングを欠かさなかった。勉強しなければ成績は下がるし、運動しなければ体は鈍る。絵はいつの間にか落書きですらしなくなっていた。